ポイント還元に振り回されたくない。タッチするだけで支払いができる。クイックペイを使うっていうことあんまないですね。どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。結局、どれを使えばいいのって悩んじゃうものがキャッシュレスサービスだと思うんです。そう、まあ日々いろんな新しいものが出ているので余計わからなくなっちゃいますよね。そう、なので皆さん他の人のキャッシュレス事情を聞いたりとかしてブラッシュアップをしていると思います。で、今回はその情報の一つに僕の参考になってくれたら嬉しいなということで僕のキャッシュレス事情っていうのをシェアしてみようと思います。まず僕はキャッシュレス環境を作っていく上でのポイントが4つほどあります。まず1つ目が極力シンプルっていうことです。もうこれは絶対外せないですね。お得さよりもシンプルさの方が僕は大事っていうふうに思ってますので、まあ、それがまず1つ目です。で、2つ目ですね。クレジットカードは増やしたくないっていうことです。これなんでかっていうと、前までは6枚ぐらいクレジットカードを持ってたんですよ。で、いろいろ使い回したんですけども、ある時からその管理がおざなりになっちゃったとか、すごく難しく複雑になっちゃったんですね。で、気づいたら、1枚目のクレジットカードの返済に他のクレジットカードを当てるみたいな、俗に言う火の車状態になったことがありまして、で、あ、これはいかんということで、クレジットカードをハサミでジョキジョキ切って処分して、1枚にしたっていうのがあるんですよ。なので、クレジットカードを増やしすぎはすごく僕の中では危ないなっていう経験がありますんで、そう、クレジットカードを増やしたくないということですね。で、3つ目は、ポイント還元に振り回されたくないっていうことです。もちろん僕もお金を使うときは、それをいかにお得に使えるかっていうものはすごく考えるんですけども、あくまでもその支払いの手段じゃないですか。なので、その支払いの手段の段階でお得にするっていうよりかは、その何を買うかっていう、その支払いの対象のものですよね。そこでお得感だったり、コスパだったり、品質だったり、とリターンとかっていうのは考えればいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。なので、あくまでも支払いの手段としては、そこでお得さを、まあもちろん大事ですけども、でもそこにあまりこだわりすぎずに、ポイント還元に振り回されないっていうのは、基準の3つ目としてあります。ポイント4つ目は、管理のしやすさです。なんでかっていうと、管理がしやすいと時間を節約できるからなんです。で、僕の場合はその個人プライベート用の支払いと、あと仕事ビジネス用の支払いっていうのを分けてるんですね。で、そうしないと確定申告の時にすごくややこしいことになっちゃうんで、日々管理してるんですけども、その管理を徹底的にやっぱりやりやすく、管理しやすくするっていうのがこだわりポイントの4つ目です。あ、ちょっと今追加で思いついたんですけど、ポイント5つ目は支払いのしやすさです。やっぱ理想はかざすだけがいいですよね。あと渡すだけっていうのがいいかなと思うんです。ログインをしてアプリを立ち上げて、QR コード表示させた状態でお願いしますってやるのって結構時間かかりますよね。そう、なのでなるべくそのタッチするだけで支払いができるっていうのはすごく便利だなって思いますし、カードも渡すだけで、はい、決済できますなのでいいですよね。まあ、ただそのクレジットに関しては暗証番号を入力したりとか、あとサイン書いたりするっていうのもまあ手間っちゃ手間なんで、まあ、そこら辺はどうなのかなって思いますけども、でもやっぱその簡単さっていうのは大事かなって思います。以上を踏まえて僕が使っているキャッシュレスサービスはこちらになります。クレジットカードが2枚とスマホですね。ちなみになんでポスカードを使ってるんですかっていう疑問が飛んでくると思うんですけど、僕は5年前に会社を辞めて起業しました。で、その時に、まあ、仕事用のカードを作ろうって思ってこう申し込みをしてたんですけど、全然作れなかったんですよ。もうことごとく審査に落ちてったんです。で、うわこれまずいなと思っていたら、丸井さんで作れたのが唯一のこのカードだったんですね。で、その人生初めてのカードだったんですよ。しかもこれが、そうなので、あ、これはもう本当丸井さんありがとうございますっていう気持ちで使い続けたんですよ。で、そしたらプレチナのインビテーションが来て、今も使ってるという感じです。はい。で、ちなみにこれ年会費はですね、3万円なんですけども、年間100万円以上使うと年会費が2万円になりますよっていうことで、僕はこれ2万円で使わせてもらっています。で、エポス別にポイントで狙ってるわけじゃないんですけども、年間ボーナスポイントっていうのがありまして、100万円以上使うと2万ポイント、500万円以上使うと5万ポイントが、来ますよと、ボーナスポイントで来ますよっていうことですね。なので、このボーナスポイントで年会費はもうペイできちゃうっていう形で、本当にありがたいですね、これは。うん。で、僕の場合はそのポイントを何に使ってるかって言ったら、その年会費の支払いだったりとか、あとはプリペイドっていうのがあるんですけど、そこにポイントを入金して1ポイント1円分の本当に現金としてお支払いをしているっていう形です。なので、めちゃくちゃお得は感じてます。
楽天カードはプライベート用の支払いをしていまして、エポスカードは仕事用の支払いをしています。であとスマホではスイカでの支払いをしているっていう感じですね。これは楽天カードからチャージするようになってるんですよ。楽天カードからスイカをチャージすると、それでもポイントが貯まるということですね。もちろん現金でスイカにチャージすることもできるんですけど、それはあくまでポイントが貯まらないじゃないですか。同じ1000円を使うならポイントが貯まった方がお得ということで、僕は楽天カードからチャージするようにしています。具体的にはこういうアプリを立ち上げまして、あ、今13円しか入ってないですね。全然入ってないですけど、例えばこれで、カードを紐付けさせているので、こうやってチャージって。ぶっちゃけこのくるくるも遅いんですよ。なので現金でさって入金しちゃった方が早いっていうのはあるんですけども、なのでちょっとこれ本当早くなってくれたら嬉しいなと。はい、やっとできました。まあ、こんな感じでここから入金をすることで完全キャッシュレスにしていて、さらにポイントも貯まるという感じでやっております。iPhone にエポスカードを登録していて、クイックペイを使えるようにはしているんですけども、だクイックペイを使うっていうことはあんまないですね。ちなみにこの楽天カードは楽天ポイントと楽天エディの機能もあるので、これ1枚ですごく便利です。ちなみに僕は最近楽天経済圏にお引越しをしました。なので、楽天銀行ありますし、楽天市場でお買い物もしています。なのでなんとかペイで支払いますかって言われたら、僕は楽天ペイですね。これを使ってます。楽天ペイよりもペイペイの方が使えるお店多いですよっていうふうに、まあいろんな人から教えてもらうんですけど、ただ僕のその行動範囲、生活範囲の中では楽天ペイが使えないお店はないという感じで、今楽天ペイを、まあ使うなら使っています。人って行くところって大体限られてくると思うんですね。僕の場合はスタバだったりベローチェだったり、あとコンビニぐらいなので、まあそこで使えれば OK という感じです。ただですね、このチャンネルで叶えたい夢の一つとして、その身軽になった人たちと世界中でオフ会したいっていうのがあるんですけども、そうなった時にその行動範囲だったり活動の範囲ってめちゃくちゃ広がると思うんですよね。でそうなったらまたそれに必要な、まあ、今で言ったら例えば SPG アメックスみたいな、そういうカードが今後必要になってくるかなとは思って、別にこれでも一生行きますっていうのじゃないですけども、今のその活動範囲内で、まあ、ベストなやつっていうのはこの組み合わせです。そうなので、本当ポイント還元率とかじゃなくて、シンプルに使いやすいかどうかで、その結果ポイントが貯まるかどうかっていうので今使っています。お金の管理はこちらのマネーフォワードで僕はやっています。ここにクレジットカードだったり銀行のキャッシュカードの情報を紐付けをさせて、ここで一元管理しています。結局長く続けられるものっていうのはシンプルなものなんで、まあ、こういったその支払いに関しても極力シンプルにして続けやすくしていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに僕はやってます。なので本当はPayPayだったり LINEPay だったり折り紙 Pay だったり、一通り僕も全部試してるんですよ。で試した上で残ったものがこれという感じですね。まあ、だからといってこれが正解っていうわけではなくて、あくまでもその僕の行動範囲だったり生活の範囲内での、スタイルがこれなので、もしこの動画を見てくれている人でキャッシュレスどうしようかなって思っている人は、あなたのその生活の範囲内、行動範囲内で一番多く使われているその支払いサービスっていうものを使えばシンプルで長く続けられると思います。はい、ということで今回の話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、まあ管理をシンプルにして時間を節約するっていうことで、これからもやっていきます。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。